お疲れ様。はい。いよいよ明日からですね。そうやな。かましてやるしかないな。けどさ、なんでそんなにいろいろこう張り切ってできんの？いや、そらさ、もう好きやから決まってるやん。そうか。もう夢中でできるっていうのがやっぱいいよね。そうやね。うん。まあ、仕事はやっぱこうじゃなかったら、やっぱおもんない。うんうん、最近学生の子とか、見学実際来る子とかさ、うん、就職先ちょっと悩んでるんですとか、めちゃくちゃこう質問とかさ多いんやけど、うん、みんなさ福利厚生とか勤務地が近いとかお給料がとか、まあ、もちろんそれも大事なんやけど、うん、そういうので決めすぎ、うん、実際の仕事内容って結構違うんよね、うん、で決まりきったもうマニュアルでしかやってないとことか、あと美容とか脱毛とかもうそういう美容系でやってるとことか、うん、でこういうトレーナー活動とかもやってるとことかいっぱいあると思うんやけど、実際やっぱ自分が夢中でできるとこ選んだ方がいいんかなと思う、うん、で僕はこれを夢中でできるからこれをやってるだけであって、まあそういうのを一つポイントにしてもらったらいいんちゃうかなと思う。